はい、ワドツー、みんなおはよう。仕事終わりです。仕事終わりで帰ってきました。お疲れい。ちょっとね、配信スタイルについて模索を、まあ相変わらずずっとああでもない、こうでもないって言って考えてたわけなんですよ。でね、今日はね、ちょっといろいろね、放送の仕組みみたいなものを考えてみてさ。なんか、ちょっと、なんかね、リスナーさんと討論をするっていうのはありなんじゃないかなっていうふうに考えたんだよ。っていうのもさ、やっぱりそのリスナーさんもさ、そのこの件についてはこう思う、ああ思うっていうのはあるわけじゃん。で、生主同士に討論をさせようと思うと、今度ブッキングの問題とかさ、なんかいろいろあるじゃん。力関係の問題とか、誰が出たいとか誰が出たくないとかさ。で、今できる形でなんか面白い放送スタイルってどんな感じなのかなとかいろいろ模索してたわけ。で、今のスタイルっていうのはさ、ほら、俺が話したいことを話してみんなが聞くっていうのがメインになってるじゃん。でもそれだとさ、やっぱそのコメントもかぞるしさ、なんかいいことないかなと思って、なんか俺がホスト役をやって議題を設けて、なんかこう、みんなの意見を取りまとめながら一個のテーマを語り合うっていうのはどうなんだろうっていうふうに思いまして、で、まあこんな枠を開きました。っていうのが、まあ、討論をやってみようかな。朝まで生テレビ出たい出たいって言ってたけど、そうじゃなくて、なんかここで朝まで生テレビで俺が田原総一郎やればいいんじゃないのかなと思って。そんな感じですので、ぜひぜひ皆さん楽しんでてください。ロム線の方も、討論に参加する方も、ネット弁慶の方も、そうそう、そんな感じ。じゃあ、ごましおさんハートプレゼントありがとう。ゆらさん、わどつ。みさきママ、カイロプレゼントありがとう。カズさんはどっち？さくらさんはどっち？うん、仕事お疲れ様ありがとうね。うん、バツスーさんいつもどうも。はどっち？まあ、で、まあ、今回ね、そのツイッターのニュースを見てて、いろいろ考えることがあって、前々からね、その自殺の問題っていうのはテーマで、よく俺の放送では取り上げること多かったんですけど、それをね、ちょっと議題に挙げて考えてみようかなと思っていて、まずその今その日本で年間約3万人自殺者がいるっていう風に言われてます。はい、リンゴの助ワード2楽しんでってください。で、その年間3万人の自殺者っていうのは、警察がこの人は自殺ですよっていう確定をしている数なんですよ。これは具体的にどういうことかっていうと、遺書が見つかった場合は、自殺として取り扱われることが多いです。まず遺書が必要なんですね。自殺として認定されるには。で、もう一つっていうのは、死体、死んでから24時間以内に発見された場合なんですよ。みんなどう思うこれ。みんなはこれ正直な意見どう思うのか、ちょっとここでシンキングタイムでコメントを拾ってみたいと思うんですけど、皆さんどう思います？日本人の年間3万人っていうのを、まあ多いよなとか何でもいいです。思ったことをちょっと書いてみてください。ブスカさんはどつ？日本でこれ、その日本人が抱えてる問題なんだよね。問題そのもので結構これは見過ごせない問題なんじゃないかなっていうのは前々から思ってたんですよ、僕自身は。年間3万人の自殺者、警察が断定してるだけで3万人の自殺で、遺書が見つかった場合のみと、24時間以内に発見された場合のみっていうのが自殺者としてもっといると思う。そうだよね、美咲ちゃんの意見っていうのがすごくいいっていうことで、年間3万人は確定で自殺してるって言われてるの。ただその世界の標準とかだと、まあ、WHO とかがよく引き合いに出されるんだけど、年間日本人の行方不明者ってどれくらいいるか知ってます？皆さん。今度は自殺者の話じゃなくて、行方不明者。要は変死体って呼ばれてるものなんだけど、日本で変死体ってどれくらい上がるか予想書いてください。年間、星野ゆらさん、年間3万人自殺してるってことでしょ？パないね。そうですね。だから日本人っていうのは実は戦争よりもすごくて、10年間で30万人自殺が確定してる国なんですよ。
自殺大国って言われてます。リンゴの助さん、私の友達もリスカ&OD で2人自殺してる。葬儀に行ったけど悲しいなんてもんじゃなかった。そうだね、だから一緒に考えよう、うん、定義が狭いからもっといると思う。そうだよね、うん、こんにちは。自殺しちゃう人って真面目な人なのかな。先日の電通の女の子も、ね、それはね、すごくよく当てはまってて、実はね、自殺をする人の一番多い層ってね、確かね、40代50代ぐらいの男性が多かった気がするんだよね。責任感が重い層で悩みやすい層っていうのがあるんですよ。自殺って若い子がするようなイメージついてるけどね、実はね、中年の男性に多いって言われてます。そう、まだまだいます。そう、変死体の数、そう、それがね、実はまだまだいるっていうテーマにつながってるんですけど、変死体の数っていうのは日本では15万人いるんですよ。多いと思う、少ないと思う。俺は正直言うと、そう、中間管理職の人が自殺するんです。正解です、秋久さん、正解。そう、年間15万人の人が自殺するって言われてんのね。あ、自殺じゃなくて変死体で見つかってるの。これやばくない？俺はさ、これを聞いた時に、読んだ時に、やべえなって思ったの、日本って。そう。で、WHO の基準だと、変死体が見つかった場合の統計の合計数あるでしょ。それの半数は自殺としてみなすっていう風に決めてるの。でもその基準だと約7万人いるわけですよ。っていうことは、日本の基準だと自殺者3万人しかいないけど、WHO の基準で考えると、実は日本の自殺数っていうのは10万人に上るんですよ。中間管理職っていうのは、役員とか社長とかオーナーとかの職、要は、その、権利収入を持ってる職員じゃなくて、課長とか部長とかですね。要は、トップがいて部下がいるっていうの、中間に挟まれてる管理職のことを中間管理職って言います。若いらっしゃい、ワドツ。サムネ可愛いね。そっちいいと思うよ、若。責任感があるのを良しとする教育を受けるのも考えものやな。ああ、いい意見だね。うん。そうそう。みんなでね、ちょっと自殺について考えようっていう枠です。もし、よかったら思ってることをどんどんぶつけていってください。係長や課長ですね。上と下の意見が聞かないと。そのサムネすごく可愛くていいと思うよ。で、俺はね、WHO の基準で考えると、10年間で100万人死んでるんですよ、この国は。俺はね、もったいないと思うの。正直言うと。その、100万人の命が自ら命を絶たないといけない国家なのが。どう思う？俺はね、それをね、ちょっと止めたいんだよね。みんなで一緒に考えることによって。だから、自殺は悪なのか、自殺は正義なのかとかさ、自殺がどうなのかっていうのを改めて考えることって結構大事だなと思ってこの枠を開いたんですよ。うん。なんて読むのかな、ごめんね。もしよかったら読み方を教えてください。希望する死の念の考慮の量。なんて読むんだろう。そういう人が自殺するのね、多分病んじゃうのね。ボトムって言って一番多い層がその年齢層っていうだけで、いろんな人が自殺してますね。管理職は残業代つかなくて休日出勤ある。そう、責任が重たくなってくるっていうのはあるよね。厚労省の発表だと年間死亡者数、130万人なんだよね。そのうち3万人でも大きな数字だね。そうそう、あ、でもね、3万人は下回ったんだよね、確か最近。起死燃料って読むんだ。ありがとう、ブースカさん。自殺は2回試みたことがあるけど、どれも失敗しちゃって、ああ、まだ死ぬ時じゃないんだなって諦めた。うん、素晴らしい。起死燃料。死にたい願望のことを起死燃料って言うんですね。勉強になります。ありがとう。うん、じゃあさ、自殺について考えるんだったら、2つの考え方があると思うの。要は今和歌が言ってくれたように、自分が自殺するとしたらどう思うのかとか、個人が自殺する、要は死を選択するっていうことができるわけだ、人間っていうのは。それが良し悪しっていう話題が一つ、テーマが一つと、社会全体としてその自殺がこういう数字が出てる社会システムをどう思うっていう二つの考え方ができると思うんだけど、どっちの話からしようか、どうしようか。個人の倫理観を突き詰めていくのか、社会システムの話をするのかで、多分変わると思うんだよね。レイさんは脱、楽しんでってください。
ネット社会になってからコミュ障が増えたような気がする。対面で会話する機会が少ない。あ、いい意見ですね。これ僕から意見1個言わせてください。美咲ちゃんがすごくいい意見言ったんで。僕は実はそう考えてないです。コミュ障の人とか精神障害を抱えている人は多くいたと思ってます、僕は。ただネットがなかった時代っていうのは家に閉じ込めてたんだと考えるの。家に閉じ込めてたの。要は隔離された存在だったの。学校に行かないとか引きこもりって絶対いたのよ。ただインターネットの怖いところっていうのはそれとそれがつながりやすくなった。 SNS とか Twitter とか2チャンネルとかいろんなミクシーとかでいろんなもので表現ができるようになった。要は家の中にいても人間っていうのは自己表現の願望とかさ、社会に認められたい願望っていうのを持ってるわけだ。だからネットっていうのは実は持たざる者のツールだったんですよ。オタクとか引きこもりがやるカウンターカルチャーだったの。だけどスマートフォンとかが普及して、そう、一般の人たちが使うようになった。だからその年取ってる人だとわかるけど、インターネットをやる人って特殊な人だったんですよ昔は。今ではスマホで当たり前にみんなインターネットやってるけども、ネットをやってるっていうのはね、そうだね、地下アイドルの追っかけやってますっていうぐらい特殊なね人たちだったんですよ昔は。考えられないでしょ今。だから俺はね、見えるようになったんだと思う、インターネットっていう存在で。そのメンヘラとかが見つけやすくなったとか、そのコミュ障が見つけやすくなったんだと俺は思ってます。社会システムの話聞きたい。あのね、さっきもね、ゆらちゃん言ったんだけど、ちょっとね、今日の、和道の放送は、考え方を変えてみようっていうことで、聞きたい。今までの放送だと、和道が一方的に俺の考え方を話すっていう放送だったんだけど、ちょっとね、みんなで考えようっていう枠なんですよ。だから、社会システムの話をみんなで考えて、みんなでコメントを打ってディスカッションをすると。あくまで和道はその橋渡しをするっていう感覚でいてくれると面白いかもしれない、世界1位ガイアナ、世界3位韓国、日本18位、2014年 WHO、確かにそうだね。パソコンが4万円で買えてネットが月々5000円でつなげ放題だもんな。そうそう、昔のパソコンって考えられないかもしれないけど、まずパソコンがね、 Mac のね、パソコンがあのね、多分35万から42万ぐらいしたんですよ。下手したら50万ぐらいしてた。だからマイコンって呼んでたんですよ。パソコンじゃなくてマイコンピューターって言って、マイコンマイコンって言ってた時代だね。だからまず50万ぐらいかけないといけないと。で今度ADSL っていうものがなくて、ダイヤルアップっていう接続方法で、簡単に言うと電話料金、繋いでる時間は電話料金を払って、でさらにインターネット代がかかるから、文字だけのパソコンを1日1時間ぐらいやってるだけで2万円とかかかってました。はい。だからネットをずっと続けてると20万円とか30万円とか、下手したら100万円とか請求来てるとかね、そういう時代だったんですよ。だからインターネットっていうのは特殊な人たちがやってるっていう。だからなんだろう、ラジオ無線とかそういうなんか特殊な人だよね、ほんと。なんか趣味でやってる人っていう感じ。考えられないでしょ、ユーロさん。よく弾みで死んだ方がマシっていう人いるからね。死んだら今の現状から逃げられると思うんだろうね。俺はね、よく言うんだけど、死にたい人間なんていないっていうことを僕は言います。これはあくまで僕の考えなんだけど、死にたい人間なんていないんですよ。そうじゃなくて、生きてることが、ね、生きてることが死ぬことよりも辛くなってる。要は死んだ方がマシだとか死んだ方が楽だ。要はね、死にたいんじゃないんですよ。本当は生きたいの。ただ死にたい人間なんていないから。ただ生きてる方が地獄になっちゃってるっていうのが現状だと思う。そう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 、橋渡しね。そう、みんなで考えようっていう。その方がなんかその放送が楽しめると思ったんだよね。コメントも考えながら打てるし、集中していい議論ができると思ったの。ダイヤルアップからネットしてました。古いね。親父が初めて買った Windows 搭載の PC がすごいでかくて重くて50万くらいだった。配線もくっそ重かった。ね。動画が見れてインターネットリアルタイムでこんなことができるっていうのは奇跡だよね。本当に。本当にすごい。それを作ったのが実は孫正義ですよ。孫正義っていうのが使いたい放題の Yahoo BB っていうのを作ったんですよ。定額制。もういくら繋いでも定額制っていう。だから孫さんっていうのは実は俺らネット民にとってはね、革命児なんですよ。物理世界より精神世界に少し傾いたということですか。
ごめんなさい、パツキさん。ちょっとわかんないな。どういうことだろう。携帯だってパケシっていう言葉あったぐらいだったのにな。今じゃ定額。いや、今、実質定額だったのが定額じゃなくなったよね。一回完璧な定額が流行ったんだけど、結局、これだと料金取れないよって。電話代も取れなくなってきたから、どうしようっつって。やっぱりギガ制限っていうもの作ろうって言ってさ、嘘つけって話だよね、俺らかすると。お前ら定額やってたじゃねえかよって。回線余ってるじゃねえかよって。死にたいんじゃなくて逃げたいってこと。違う。死にたいんじゃないの。いや、死にたいなら勝手に死ねばっていう人がいるけど、死にたい人間なんていない。生きたくないっていうこと。生きたくないと死にたいは違うでしょ。死にたいっていうのは死を望んでるってことだ。望んでる人なんかいないよっていうのが俺の考え方かな、歌子さん。警視庁では6年間減少と書いてますが、2015年に2万4000。うん。マジか、それ知らなかった。うん。Yahoo BB やつだ。まあ、世代だよね。エイプマンいらっしゃい。一緒に考えましょう。ワドツです。異常なゼミナールへようこそ。ソフトバンクの社長すごいね。ほんとね。価格破壊の王様だからね。アイモードの登場はびっくりした。おっさんよりも女子高生が一気に食いついた。ね、ほんとだよね。若い人たちが新しいカルチャーを作っていったね。新しいフォロワーさん紹介します。月夜流星さん、デパラブさんフォローありがとうございます。新しいフォロワーさん楽しんでいってください。ぜひぜひ議論に参加してください。続きまして、唐揚げさんフォローありがとう。エンちゃんフォローありがとう。画面がモノクロだったのに、今じゃスマホの画面カラーだもんな。ねえ、とんでもない進化だよね。はい、話が逸れてきたので話を戻しましょう。自殺の問題について、集中してください。はい。話を、議題を元に戻しましょう。うん。一回ね。このテーマを語り終わったら別の枠に行くっていうのもありなんじゃないかなと思って。あくまで司会進行なんで僕は今日は。楽ですよ。話さなくていいし考えなくていいんで。もちろん一人のね、コメンテーターとしてコメントも書きますが、みんなで意見ぶつけ合おう。うん。絶対その方がいいから。新しいものが。うん。脱線したらね、元に戻しますんで。はい。まあさっきも言ったんだけど、まあ警察の発表とその WHO の考え方では、世界的な考え方では乖離があると。要は日本の警察が出してる数字だと3万人とか2万4000人とか言われてるけど、遺書が見つかった場合のみ、24時間以内に死体が発見されたのみ、時のみ、その場合のみ、自殺として認定される。その数っていうのが2万4000人で、変死体の数は日本だと15万人いるって言われてます。で、WHO の計算だと、15万人のうち半分、変死体とか不審な死体が見つかった時っていうのは、半分は自殺としてカウントするっていうのが世界的な見方なんですよ。ただ日本はそれをやってないと。もしそれを採用するとするのならば、3万人プラス7万5千人で約10万人ぐらいは自殺してるんじゃないかっていうふうに言われてます。日本っていうのは。10年間で100万人自殺してます。皆さんどう思いますか？死にたいは思考のバグ。ほう、面白い。ディスマンいらっしゃい。アルさんいらっしゃい。ワドツ。自分は冷めてるかも、冷たいかもしれないけど、死のうとしてる人を深入りして止めようとは思わないな。身内、友達なら必死に止めるけど。リベラリストですね、多分ね。簡単に言うと、個人の自由を尊重するっていう考え方です。素晴らしい意見ありがとう。個人のね、思いをぶつけてください。うん、要は身内とか友達だったら止めるけれども、日本全体の周りの人たちが死のうが別に関係ないと、うん。その人たちが選んだことだからっていうアルさんのご意見ですね。うん、動機1位病気、2位貧困家庭問題、3勤務問題。そうですね。本当に死にたいと思ったなら、遺書なんて書かずにさっさと飛び降り消えるわ。でしょ？だから遺書を書いてるっていうのは結構稀有なケースなんじゃないかっていうふうに言われてる。ダイヤルアップ時代、アダルトチルドレン関係が多くて自殺しに行った人たちがいた。うん。はい、スインドルいらっしゃい。誰しも一度は考えながら生きてるけど、最悪命を絶ってしまうのが悲しい。そうだね。俺もなるべくその100万人っていうのは日本人として財産だと思ってるから、こういう人が減った方がいいんじゃないかなっていう、その方が日本にとっていいんじゃないかなっていうふうに僕は考えてます。だからここで話し合って少しでも自殺が減るような議論ができたらいいなと思ってます。
中学生やら高校生やらその道を選ぶ子が増えたよね。ほんとね、エイプマンどうなんだろう。それはね、データで見てみないとわかんないな。ちょっと続き読みます。未成年は下手に大人に関われない。俺ね、若い子の自殺はあると思ってて、ただね、ネットでそれを発見しやすくなってるだけなんじゃないかと思うね。ちょっとやってみようか。未成年の自殺のデータを見てみます。いい議論なんで。増えてるのかっていう。疑いましょう。未成年、自殺データ。イメージで語るのはあんまり僕は好きじゃないので、統計データを見てみます。横ばいかな、どうだろう、年齢別自殺これでいいかな。2019年からのデータだとあんまり変わってないですね。未成年の自殺どうなんだろう。ちょっとデータが2000、ちょっと古いデータがないからな。命の電話で相談しましょう。株の空売りを買い戻せなかった時、電車の中で頭をよぎった。さすがに実行しなかったけど、やっちゃう人がこんな感じかなと思った。なるほど。24時間以内に遺体が見つかって遺書が見つかった時、場合だけ自殺になるんだったら少ないのかもしれないけど、自ら死ぬのに遺書書くかってなるわ。だから俺は逆で、自殺が遺書書くパターンも24時間以内に発見されるパターンも少ないと思ってるの。少ないのに2万4000人もいるっていうのが俺はやばいと思ってる。若、身内でも友達でも止めない。その人の人生を最後まで背負ったり責任取ったりできないから。ほう。止めたことで相手に依存されて大変な目に遭ったことがある。贅沢美藤さんいらっしゃい、ワドツです。あの世に行きたければ勝手に行けばいい。止めてもそいつの人生、保証してやれんし。俺はね、実はね、なんでこの議題を選んだかっていうと、あのね、実はね、こうなるだろうなっていうのが大体予想できたの。俺はほらホームレスになったこともあるし、自殺しようって考えた話っていうのは何回もしたことがあると思うんだけど、実はほっとけないんですよ。なんでかっていうと、普通の生き方してないからリアルなんですよ。その人たちがどうしてそういう道を選んだのかっていうのがとても人ごとには考えられないんですよ。だから俺はセーフティーネットがあるんじゃないのかっていうふうに考えるの。責任持たなくていいんだよ。だからその生活保護っていう制度をその認知させることによって、この人たちの命は本当は救えたんじゃないのかっていうふうに考えるんですよ。僕はあくまで。はい。たくみさんはどつ。未成年の自殺報道がピックアップされてるから多く感じたのかな。まあよく言われてる、なんつうの、間違った報道っていうかイメージ操作ってやつですよね。だからよく昔のさ、少年犯罪が増えたっていうふうに騒いでた時期があったじゃん。少年が残酷化してるとか言ってるけど、実は、少年犯罪ってめちゃめちゃ減ってるんですよ。昔とか、もう凶悪犯とかいっぱいいるのね。なんか、小学3年生がショットガンで弟を撃ち殺すとか。そうそうそう。だからね、データを見るとね、結構わかりますよ。学生の時完全自殺マニュアルを読んで、こんな大変なのか自殺って思ったことが記憶はある。なるほど。けど、今はネットで調べられるから簡単に死ねるね。死に対して軽くなってるね、意識が。なるほど、面白い。確かに死に方って、確かに情報って手に入りやすくなったよね、昔と比べるとね。今日警察が来て隣の人がこ、え、マジか。たくみさん、お疲れ様、お疲れ様っていうか、孤独死してた。だからまあ変死の扱いですよ。自殺の扱いではないですね。一緒に考えましょう。そう、他人事じゃないんですよ、本当に。まあ2万4000人もいるのはそう考えると普通じゃない。俺は普通じゃないと思うよ、本当に。10年間で原発よりも人を殺してるのは日本人なんですよ。日本っていう国が俺は日本人を殺してると思ってる。正直言うと。戦争でもさ、10年間続いた戦争で100万人って大戦争じゃないですか。大被害じゃないですか。でしょ。だけど日本っていうのは10年間戦争も起こらずに、経済苦であったり人間関係であったりとかで100万人死んでるって考えると、俺はゾッとするんだよね。戦争状態だと思うから、俺は戦います。はい。世界と自分が分離してるという感覚、二元性の考え方が世論を占めている。
あ、そうだね。それはね、ディスマンすごいいい指摘だと思ってて、俺もそこに違和感があって、俺は世界と社会とか日本っていうのはすごく身近な存在として考えるんだけど、自分の身内以外が勝手に死んでも関係ないやっていう、要はね、日本に対する愛国心がなくなってるって言われてるのはここなんですよ。要は国家としても体裁が崩れてるっていうのはここで、俺はね、結構その政策に関しては左寄りなことを言うんだけど、歴史観で言ったりとか愛国観で言ったら確実に保守なんですよ。だから俺はここは変えていかないといけないなっていうふうに思ってますね。もっと自分の国に誇り持っていいと思うし、自分の国に愛着持っていいと思う。自宅がトップですね。ありがとう。そりゃそうだよね。遺書が発見してる場合だから。要は飛び降りとか、臓器林とかって発見が遅れるじゃん。だからそれはね、多分ね、警察のやり方に問題があると思ってる、俺は。自宅がトップなのは。でもぶっちゃけ理由によるかな。お、いいね、贅沢人。そう。要はね、深追いしないから他人事なんですよ。深追いしようぜ、今日は。学生時代にいじめにあった経験がある。ほう。自殺の選択はなかった。死ぬのではなく、生きて、見返す選択を取った。結果として。だが、今は会社の経営者になれた。ある意味、いじめられてたやつに感謝してる。ハングリー精神があったんだね。ハングリー精神があった。だからこそ、あれだね、俺はそのエイプマンの生き方っていうのを、その今自殺で悩んでる若い子たちとか、同じね、年代の人とかがいるはずだから、ぜひ枠を見て話し合ってもらいたいよね。配信者協会をボツ。生主図鑑っていうサイトを作ろうと思ってます。ボツではないですね。人が人をいじめたり自殺が増えたのも人間が作ったものだと思う。僕も同じ意見ですね。システムの問題だと思ってます。東芝のクレーマー事件あたりから相手をとことん責めていいみたいな文化が強くなった気がするね。客が偉いとか生徒が偉いとか、そういうのも殺伐とさせて。あ、お経のね、 CD ね。俺はそれが思うのは、小学3年生の小さい子がお金を払ってコンビニで買いました。おじさんとかのね、コンビニエンスストアでレジ打ちをしてるおじさんとかが、ありがとうございましたって頭を下げるときに、俺は日本終わったって思いましたね。無機質なありがとうございましたと、子供、要はお金を持ってたら子供でも正義だっていう、その日本の狂った教育方針。昔だったら、僕お買い物偉いねとか、気をつけて帰るんだよとか、そういう感じだったじゃん。違うんだよ。たとえガキでも金持ってたら正義だよっていうふうに企業が教えちゃってるんだよ。俺はこういうの変えたいね。正直言うと。すげえ気持ち悪いね。そう。金持ってたら全て偉いって潜在的に刷り込まれてるから。洗脳だよ、これ。私もいじめで、死のうとは思わなかったわ。だって学校卒業しちゃえばいじめられなくなるわけだし。いじめ。いじめの度合いによるかもしれないよね。いじめの度合いに。俺はね、本当に気持ち悪いと思うんだよね、あれは。でもね、そうなってるでしょ、今の日本って。そうなってますよ。それが正義になってるし。要はね、金払ってる、利潤動機を追求すると倫理観が壊れるんですよ。ね、利益を上げることだけ考えたらね、何でも頭下げるようになるんですよ。横柄な態度を取ったお客さん、明らかにお客が間違えてて、店員さんが明らかにもう来ないでくれと、もううちの店は来なくて結構って言った時にクレームが入りました。クビになるのはアルバイトの方ですよ。もう来なくなってくる。でしょ？要はそれが今の日本だと俺は思ってる。お金を持ったら正義。坊や偉いねとか言うのが普通じゃないのって私も思った。企業えぐいよね。えぐいよね。いじめる暇があれば勉強、部活、恋愛、仕事をしよう。俺ね、これね、結構本質ついてると思うんだけど、いじめてる方ってね、いじめてる自覚がないんだよ。これどう思う？これ俺、真理だと思うよ。いじめられてる方はいじめられてる自覚もあるし、一生忘れないとか死ぬっていうね、追い込まれてるけど、いじめてる方っていじめてる自覚ないと思うよ。これがいじめのね、厄介なところだと思う。
これは俺のね、考えてるところ。だから周りが気づいたら周りが手こ入れするしかないんだよ。本人たち気づいてないんだもん、いじめてるって。まあ社会にも全然あるよ。若い子たちには、どんな子にも未来がある。大なれ小なれ、死ぬのではない生きるのだと教えたい。親からいただいた唯一の命だから。そういうのを道徳で教えてたんだけど、そういうのが宗教だって言って取っ払われちゃったからね。もうぐちゃぐちゃだよね、本当に。うん、いじめっ子でアメリカじゃ病気扱いだよね。どうなんだろうね、アメリカでその病気の問題を取り扱ったことがないからわからないな。そうそうそう、楽しくてっていうかね、その俺よく芸人さんのいじりといじめをよく例えるんだけど、いじりといじめの本質の違いって信頼関係なんだよ。で、真似するといじめになっちゃうんだよね、やっぱり。子供たちが。すごく難しいんだよ。笑いってね、不幸だったりね、いじめなんだよ。だけど、いじめられる側っていうのかな、いじられる側っていうのが、それを美味しいというふうに捉えるかどうかだと思うんだよね。本質的な問題っていうのは。だからあれはプロとしての芸風でやってるわけじゃん。だからね、それをね、子供が真似するとね、いじめになっちゃうんだよ。嫌いなのはわかるけど、それに便乗して嫌いになる人は本当に嫌い。まあ、流されてる人がいるんだろうね。そうそうそう。だから厄介なんだと思う。要はね、いじめてる側の方って社会で成功する人間なんだよ。要は、周りを動かせる、ね、説得力を持ってたり、雰囲気を作るのがうまかったりとか、なんだよ。でしょ？これ悲しい現実なんだよ。いじめてる側って絶対出世するんだよ。要領いいんだよ。これは真実だと思うよ。社会に出てセクハラだの DV だのパワハラだのあるからね。それから自殺死亡者が増えるんだよ。ほんとマジかす。自分の意見あまり言わない人はいじられやすい。僕もそうだった。ああ、それあるかもね。秋久さん結構真理かもしんない。良かれと思ってやったことが相手を苦しませてた。だから自分は相手が喜ぶことを知ってる、知っているという姿勢をやめた。あー、大人だな。すごいね。そう、相手のためにと思ってやってたことが実は相手を傷つけてる可能性があるっていうのを知ったっていうことはすごいよね。その時多分リスマンはすごい傷ついたと思うんだけど、それを知ったことによって大人になれたよね、だいぶ。親が義務教育を受けさせず、そしてそこに強引に介入できないところもどかしさを感じる。ほう。その子が大きくなり、社会に出た時に対応できなくて自殺を選んでしまうのが辛い。俺ね、その、いじめの問題プラス自殺が引き起こされるのってもう一つあると思ってて、俺ね、みんな多分ぐさっと感じることもあるかもしれないけど、よく聞いて、これ大事なことだから。みんな自分の言葉、最初の頃に言った言葉思い出してほしいんだけど、俺ね、いじめだけでは自殺は起こらないっていうふうに俺は考える。もう一つね、もっと凶悪なものが出てくるの。いじめはなくならないです、僕の考えだと。いじめは止めないといけないんだけど、もっと厄介なものって無関心なんですよ。要は他人なんてどうでもいいやっていう無関心さがいじめを助長させる。ね。で、生きるのが辛いっていうのは理解者がいないんですよ。あのね、なんで人間っていうのは死なないかって言ったら、周りに応援してくれる友達、支えてくれる親とかがいたり、理解者、先生とかがいたら自殺しないと思ってるの。これ俺の考えだからほっといてね。だけど、いや、自殺したやつは根性ねえんだよ。いや、死にたいやつは死ねばいいよ。知らねえよ。俺の関係ねえもん。っていう、この無関心さが実は自殺を作ってるんじゃないのかっていうのが俺の説なのね。今回、その、一番テーマにしたかったところってここなんだよ。もしいじめられてたらどうしますかって。困ってる人がいたら責任取れないからほっとくわ。声かけないんですよ、日本人って。それがいいか悪いかは別問題。個人の生き方だから。みんなの生き方だから。俺はそこに口出しする気はない。でも、感想は言わせてもらうけど、俺は悲しいなって思うね。俺は悲しいと思う。いじめはなくならない。でも減らすことはできるし、いじめの捉え方も変えることができるし、もしかしたら友情が生まれるかもしれないと思って。それはね、周りにいる大人とか、周りにいる友人で変えられると思ってる。
贅沢人、よくあるいじめられる方にも問題があるっていうのがどうかと思う。俺はね、だから、いじめられる方にも問題があるんじゃなくて、いじめっていうのはね、人間社会においては自然発生してしまうものだと思っていて、それを止めるのがシステムであったりとか、管理職とかの、そこなんですよ。管理職っていうのは本来そういうものをセーブするとか、抑えるために作られた組織でしょ。それができなくなっちゃってると思ってる。秋久さん、いじめられてる子は他の人と違うから。ある意味才能が人より突出してるかも。才能っていうかね、俺これよく言うんだけど、欠点と、要はウィークネスポイント、要は弱点と、強みってあるでしょ。ストロングポイント。これって表裏一体なんだよ。要はね、例えば目が見えない人って聴覚が良くなるんですよ。だけど、目が見えないっていうのは障害じゃん。だけど、聴覚だけで限定言ったら、他の人よりも聞こえるのね、確実に。っていうように、人間っていうのは、デコとボコ、よくブロックで例えるんだけど、レゴのパーツと一緒で、尖ってる部分があったら、凹んでる部分、ダメな部分もあるんだよ。それを組み合わせるのが人間社会だと思ってるの。支え合うっていうのが社会そのものだと思ってんの。だから、なんていうのかな。そこをね、もっとついていきたいんだよね。お経の CD さん、無関心になるかならないかはかなり、個人属性が強いと思う。家庭環境とか育った環境とか。そうだね。だけど、それをほったらかしたくないんだよね。ちょっと。なんでかっていうと、俺ら仲間じゃん。和道の異常なゼミナールっていうさ、一個の集合体なわけよ。で、ほったらかしてたら今の日本でこのままなんだけど、俺らが考えることによって、今82人の人が議論に参加してるわけよ。82人が今日から変われるんだよ。今日から少しでも、なんかいじめられてる子がいた時に、こらって言えるの。おい!いじめんなよって。お母さんとかお姉さんとか、ね、子供小学生絶対勝てますよ。いじめ、明らかないじめとか見たら、おい!いじめんなよって。これができなくなってんの。昔あったでしょ、日本にも。おい、何やってんだって。いじめんなよって。これ言えなくなってるの。そう。俺は、そうじゃなくないっていう。もう言ってよくないって思ってるの、そういう人に対して熱くなった人も一緒にバカにされる時代だもん。そうだね。でも俺はバカにされてもそれはかっこいいと思うから。どうですか皆さんは。無関心もだし、関わる人も自分の保身を考えてしまうから、関わらない方がマシと思ってしまうかも。そう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 。だから、それが無関心なんだよ。関わらない方がマシっていうのは無関心なんだよ。ネットで知り合ってリアルでも仲良くなってから自殺されちゃってるから、人と新しく出会うのが怖くなった。おい、ブルさんお疲れ様です。トッコさんはどつです。楽しんでってください。世界の偉人は ADHD が多いと書いてた。まあちょっと議題が違うかな。自殺する権利を論破するのは難しい。そうだね。そこも話し合わないといけないと思ってて。なんだろうな。無関心だよね。そうそう。怒ることがダサいとか、怒ることが良くないことみたいになってるのが、俺は、なんかそのさっきのコンビニエンスストアで、お金を持ってるんだったら、小学生にでも、明らかに滅したっていうか、経験則の少ない子供たちにも頭を下げてありがとうございましたってマニュアル通りに言わないといけない社会は、俺は正しいとは思わない。そんなのは、この国じゃない。そんなのはアメリカが持ってきた文化なんだよ。日本ってそうじゃなかったんだよ。だから俺は日本を取り戻したいよね。日本人として。はい。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ニャッキさんフォローありがとう。はい、ワドツーニックンバーガーありがとう。はい、ということで一旦ちょっと休憩しましょう。40分間やったんで一旦休憩です。はい、議論に参加してくれた人皆さんパチパチです。いろんな個人的な思いを打ち明けてくれた人、はい、ロムセンさんも意見を言ってくれた人にパチパチしましょう。ということで、議論をすると、だいぶ変わるでしょ。考え方、新しい価値観であったりとか、あ、こういう捉え方ができるんだって。無関心よりも関心を持った方が、実は人生って豊かになるんですよ。思ったでしょ。さっきさ、匠さんも隣の人が今朝起きたら、変死体でなってたと。
で、何もできなかったことが、ちょっと悔しかったとか悲しかったって言ったじゃん。そう。ニュースで見てることって日本で起こってることなんだよ。それが遠くのことで起きてる現象かのようになっちゃってるのは、俺は違うと思ってて、確実に俺も知り合いが3人自殺しちゃったし、その、1人はもう最悪で一家無理心中だったんですよ。で、もう子供には選択肢なかったよね。生まれたばかりの子供と3歳ぐらいの子供も4人で奥さんと一緒に死んじゃったんですよ。そう。で、殺してるの、死んだのは自分で自ら選んだのは彼らなんだけど、実は殺してるのは俺らなんじゃないかっていうさ、意識を持つのって大事だと思うんだよ。すごく。自分がそっち側にはなりたくないじゃん。だったら社会を変えないと。俺らが社会そのものなんだからっていうふうに俺は考えるかな。そうだね。交流とかしないしね。でね。あ、風船、10個ありがとう。でね。よかったね。スタイルをちょっとね、変えたんだけど、こういう議論っていうのは結構やってこうと思います、今後。今までは、自分の意見を言うっていうのがメインで、みんなには聞いてもらうっていう感じだったんだけど、俺インターネット、ちょっと今、自殺の問題一体置くね。なんでこういうスタイルを取ったか。あえて自分の意見を殺して、まあ、たまには言うんだけど、自分の意見を抑えてみんなに意見を言ってもらった方がいいかって考えると、インプットすることよりも、実はアウトプットすることの方が大事なんですよ。アウトプットしたことっていうのは自分の言葉だから、改めて自分の言葉を出してみて、ね、社会とかみんなに評価されることによって自分の考え方が合ってるのか間違えてるのかっていうのを客観的に見れるわけ。さらに、自分とは違う価値観の情報に触れた時っていうのに自分の考えに変革が起こる可能性があるんだよ。もちろん変わらない時もある。で、変わる変わらないっていうのはいいか悪いかっていう話じゃなくて、それって人と話すときにさ、自分が変化することってすごく大事なことだと俺は考えてるんですよ。だから、ね、せっかくコメントがみんなで打てて、ね、聞くだけだったらもったいないなっていうふうに思って、それだったらテレビでもできるじゃん。そうじゃなくて、俺ら、ね、和ゼミの人たちは、考えていくっていうのがすごく、やっぱ魅力だと思う。そういう力を持ってると思うから、こういうね、やり方は結構増やしていくと思います。だらだら語る時もあるけど、いろんなテーマでやっていこうと思うんで、よろしくね。でもね、いい議論だったと思うよ。ミクさんありがとう。じゃあちょっと総括をするんだけど、俺を、まあ、やっぱりね、遠くのことに感じてると思うの。自殺をしたりとか、ね。誰かが死んじゃったかって。で、さっき、贅沢微糖から、友達とか家族だったら悲しんだり止めると思うんだけど、日本人で知らない人が死んでも俺は何も感じないって、正直な意見をくれたの。でも、もう少しだけ視点を広げてみてほしい。俺その意見は正しいと思ってるんだよ。そうだから今日本がこうなってると思うんだけど、もう少しだけ視点を広げてほしいんだけど、ね。その人にも親がいるはずなの。その人にも職場があるのかどうかわかんないけど、学校の同級生とかいたはずなの。ね。でも、なんで死んじゃったかっていうと、止める人がいなかったからなんだよ。それって、自分には大切な人がいて、仲間もいるし、親もいるっていうのはいいことじゃん。だけど、彼を自殺に追い込んだのっていうのはさ、彼の周りには友達がいなかったことだと思うのよ。それってすごく悲しいじゃん。俺はその世界がすごく悲しいと思うの。彼が、もし、あなたが、もし、同じ立場だったら、もし、親がその立場だったら、大切な人がその立場だったらっていう風に考えると悲しくない？俺はすごい悲しいよね。だから、全部が全部そうなるべきだとは考えないけど、ね、少し、目を向けてあげることによって、ほんのちょっとだけ目を向けることによって、別にその人の人生の面倒を見ろとは思わない、俺は。その人の自殺を止めろとも思わないんだけど、少しだけ意識向けることによって、その人の命で救えるかもしれないんだよ。そんなさ、スパイダーマンとかさ、バットマンとかさ、マーベルスーパーヒーローズとか言ってるけど、ドラゴンボールの悟空とか言ってるけど、人の命を救えるのってヒーローだと思うんだよ、俺。たった一つの優しさで止められるかもしれないんだよ。その人の人生がなかったことになるのか、ね、生きてて辛いかもしれないけど、生きて頑張るかっていうのはさ、すごい変わるわけじゃん。だからすごく大事なことだと思うよ、俺。周りが状況が変わったら気づくことが大事。そうだよね。その時一声かけられるかどうかだよね。本やテキストだけじゃわからない人の意見。そうそうそう、これが本音なんだよ。
今話したことが多分本音なの。みんな自分の思ってることをぶつけたわけじゃん。これが議論だし、これが本音なんだよ。その上で俺らどうするっていうのが民主主義なの、本来は。そう。その上で、あ、政治家が自殺止めましょうよって。自殺を止めるためにこういうふうに僕は考えてるんですよって言った時に票が変わるのよ。でしょ？これが本当民主主義だと思うよ。で、じゃあ俺らの代表に誰かなってくれよって。俺らも政党を立ち上げようよって。だけど今違うじゃん。ただ選んで誰にしようかなっていうだけじゃん。こいつテレビでよく見るからこいつ入れるかとかさ。うん。和道グッズ欲しくなったけどあるのかしら？はい。和道グッズはですね、和道グッズ、T シャツかな？今 T シャツとパーカーが女性に今売れてるんで、もしよかったら購入してください。URL 書いてるかな？下に、和道グッズ好評発売中って言って、URL が書いてあって。パーカーがね、3、4枚売れてますね。女性の方ですね、みんな買ってるのは。でも自殺が悪いことだとは思わない。ほ、面白い。ミクさん、続きをどうぞ。ぜひ、意見を聞かせてください。ぜひぜひ、その意見ってすごく大事だと思うから、自殺がなぜ悪いことだと思わないのかを教えてください。じゃあ続きいきましょう。あと、13分間、自殺について徹底的に語るんで、思ってることをぜひ言ってください。些細な選択で分岐は変わるよな。そうそうそう、選択肢を増やしてあげるっていうことが大事だと思う。司法省さん、和道さんが自殺は悪である根拠は何なのですか？突然でごめんなさい。あのね、実はね、俺は自殺は悪だと思ってないです。自殺は悪だと思ってないです、自殺は正義でも悪でもないと思ってる。俺が言ってるのは自殺が悪いことって言ってないでしょ。タイムシフト見てみて、一回も言ってないと思う。自殺は俺は悲しいことだって言ってるんですよ、いいとも悪いとも言ってないの。俺は悲しいって言ってんの、そこね、自殺を最、あ、初期、ワド2、風船ありがとう。自殺を最終的に選択するのは、個人の自由だが他人を巻き込むのはダメだ。そうだね。だから、その、一家無理心中の時は本当に打ちのめされたっつうか、どうなんだこれっていうのになったよね。貧富の差をなくす、派遣社員にもボーナス支給っていう、お！発展してきましたね。そう。これで初めて自殺の問題とかが出てきて、セーフティーネットの話題になったりとか、生活保護ってどうなんだろう、本当は必要なんじゃないかっていう議論であったりとか、その、格差社会は良くないんじゃないかって議論になってくるでしょ。だから俺自殺をテーマに挙げたんですよ。ゴンタさん花火ありがとう。ちょっとディベート中なんで、後で雑談枠で、ダンベルやります。コーニュンさんいらっしゃい。楽しんでってください。そう。今は何でもクレームだもん。みんな働く時になったらあの客うぜえってなるけど、客側に回ったらすごいクレーム入れるような社会になっちゃって。これどういうことかっていうと、お金持ってる。要は客側だったら何言ってもいい。ただ、企業の側だとお客様は神様ですって教え込まれてるから、みんなはお客様と社会人普段は同時だったの。日本社会って。店側の人も客側もフラットだったの。わかる？だから、ちょっと負けてよとか、ああ、いつも通ってくれてるから負けるよとか、いつもありがとうね、坊主、偉いな、お母ちゃんの買い物か、うん、そうだよって。対等でしょこれ。違うんだよ。今の社会っていうのは企業がお客様、神様、お客様に頭下げろ。その方が売り上げ上がる。鬱憤が溜まるでしょ。今度客の側それ刷り込まれてるから、俺は客だぞ、何考えてんだって。これリンクしてるから。俺はこれ間違ってるっつうの。店側にも客選ぶ権利あるの。売りたくない人には売らなくていいんですよ。そう。これ勘違いだよ。日本、こんなので子供勘違いするよ。俺は絶対間違ってると思う、この考え方。人間として見てないんだよ。うまく言えないけど、悪くはない。でも悲しい。俺と一緒の意見だね。ロシアかどっかの病院で死ぬやつみたいに、例えば、重病が痛くてとか、自分は納得した上で死ぬっていう行為はすごく美しいと思う。なるほど。実はね、病気で死ぬって、1位になってたでしょ。あれ理由がね、みんな誤解してるんだけど、自分が痛いからとかじゃないんですよ。医療費が家族の負担を減らすためにって言って、中年のおっさんとかお年寄りとかが自分で死んじゃうの。だから重病になって家族の負担を減らすために死んでるんだよ。すごい悲しくない？すごい悲しくない？そう。実はその10秒1だから、さっきも言ったんだけど、その責任感の強い人が死んでるんだよって言ったのは、それ調べて分かってることだ。ナムさんはどつ、人生の中で正解不正解なんてないと思うのに、自然と不正解が間違えたと決めつける社会がおかしいと思う。そう、多様性がすごく大事。
反対意見もすごく大事。でも個人の意見は持っていいんだよ。個人の意見は持っていいの。ただそれを受け入れる社会じゃないといけないと思ってる。自分の反対意見だから悪だとかそういうのはない。むしろなんでそう思うのかを掘り下げていくことによって考え方が身についてくる。他人を理解することって難しいんだよ。だから難しい選択をしよう。俺らは人と人とのつながりが薄すぎる。挨拶しない。隣に住んでる人がわからないな。様々。日本も安楽死あっていいと思う。なるほど、安楽死問題か。どんどん発展していくね。それは知らなかった。ミクさん、ココさん、うちの父親がそうだったけど結局結果は同じだと思う。助けても助けてもいつか死んでしまう。なるほど。つまりだから助ける必要はないっていう意見なのかな。助けても助けても自殺しちゃうから助ける必要なんてないってことなのかな。どういうことだろう。ありがとうね、ココさん。意見、マシュマロさんはどつ。自殺は日本の法律的に悪いことだと思う。日本で生きてる限りいけないことなんだと思う。法律のどの辺なのかな。なるほど、マシュマロさん意見ありがとう。できればその法律的に悪いことっていうのは具体的な根拠をちょっと示してもらえると面白い議論ができると思うから。もしもこのディベートの着地点が社会や社会の仕組みなのであれば本質的なものからかけ離れちゃいますよね。俺が最初に話したのね、司法省さん、二つの観点があるって思ってて、今回の自殺について語るときは、私だったらどう考えるのか、要は個人として自殺をするのはいいのか悪いのかっていう考え方と、社会性、要はこの社会で起こってることっていう二つの側面で考えようって言いました。だから社会的なものの話が今発展していってそうなってるけども、序盤の話っていうのは個人の話だったんですよ。だから別に社会性の方に誘導してるんじゃなくて、個人の話をしていくときに俯瞰してみるっていう癖がついたっていう風に考えてもらえるとありがたいです。もしそれを見てみたかったら下の方にコメントがあるので遡ってみてください。身内を自殺で亡くしてます。興味深いです。あ、なおさんありがとう。ぜひぜひ考えましょう一緒に。そういう感じですね。特に今回その先の方でなんでこういう話題をしようと思ったのか、なんでその意見を言いやすくて俺が司会者側に回ってるのか、普段俺意見ばっかり言ってるでしょ。そうじゃなくてみんなで議論することの方が、実はこの放送っていう使い方、そうコメントシステムっていうのは有力なツールなんじゃないかっていう風に今日思いついて、ちょっと試しでやらせてって言ったらコメントがこれだけ あるんですよ。でこれだけみんな本気で考えてくれてるんですよ。それはすごく今までなかった現象だったんで、すごくいいなと思ってますね僕は。だからその自分の意見も個人として和道としても言わせてもらうけど、今あくまでやってるのはそのみんなのコメントを掘り下げていくことと、それをシェアしていくことをメインでやってます。もっと議論がして、贅沢ビトンさんまたね、また来てね。自分の命を諦めて周りの負担を減らすっていうのはちょっと感動しちゃう。人間味があって、だけど悲しいよね。そこにだから、そうすると今度どういうアルさんの話なんだけど、その保険をどこまで適用させるのかって。だからね、この話ってすごく面白いのが、今まで無関心だった、よくやってるじゃん、難病指定のこの子のためにこの病気の指定を、薬の指定をやってますっていうのに考えなかったでしょ。サインしなかったでしょ。素通りしてでしょ。そういう時にちょっと立ち止まって、それどんな病気なのとか、ご家族が病気なんですかって一言かけられるようになるんだよ。その時に初めてこういう問題があるんだっていうことが身近になるんだよ。これ繋がってるんだよ実は全部。これ今俺ら何やってるかって、さっき民主主義って話をしたけど、政治とかが深くなるんだよ。誰に投票するのかとかを考えるようになるの。特定の政党だから、さっきも言ったけど、あ、こいつ知ってる顔だからっていう選び方しなくなると思ってる。ミクさんのご意見、その人の身は滅んで、この世からなくなるけど優しさは無駄ではないよね。だから結果死んだとしてもその行為は間違ってないとは思う。ただ優しさとありがた迷惑の境は難しい。家族の場合に立ってみようか。じゃあミクさん、俺はね、そのかっこいい日本人的だと思うの。家族の負担を減らすためにみんなの命を持ってね、家族の生きる負担を減らして全うすると。ただ残された家族はどう思うかな。もっともう一歩俯瞰してみてみようか。残された家族はどうかな。俺はね、家族だったら悔しさは一生残ると思うね。悔しさは一生残ると思う。それが意見かな俺の。助けずにはいられないけど生きていかないといけない。こっちは絶望。
リンゴの助、私は持病があって、騎士なんだっけ、騎士なんとかもあるんだけど、死んでからお金もかかるから安楽死して、遺体は検体に出してほしいと思ってる。なるほど、社会貢献の一つの形か。俺ね、でもね、本当に死にたいのかっていうのはリンゴの助に聞いてみたいかな。うん、本当は行きたいんじゃないの、本音は。俺やっぱね、どうしても思っちゃう、あの、死にたい人間なんていないんじゃないかなって。うん、死ぬしか選択肢がないだけなんじゃないかなって。それを変えない？ちょっと考え方を。ゴンタさんパフェありがとう。自殺って罪なんでしょう？自分自身を殺した罪。詳しくない、すいません。あのね、違うんだよ。自殺って罪じゃないんですよ。あの、日本って自殺は罪になってないんですよ。だから死んだら裁かれないでしょ、誰も。だから自殺についてっていうのは、その、なんつうんだ、悪いことっていう法的な法律の記載がないはず。日本には。俺の知ってる限りね。お経の CD さんのコメントです。社会性の話だと IT 技術の発展は相当影響あるね。ほう。少なくとも昔より4倍効率よくなって人の仕事がなくなってるよ。ほうほうほう。大手企業はメール返信も IT がまるで人が書いてるような文章が書くって。なるほど。仕事についてになってくるね。個人を重んじるのは実は、疎外感を生み出す。俺も同意見ですね。そう。個人の考え方を重んじれば重んじるほど、だからその、広角機動隊のスタンドアローンコンプレックスっていうのはそういうのを描いてますよね。今、インターネットの話が出てるんだけど、広角機動隊、ちょっとアニメの話になって申し訳ないんだけど、オタクだから。あの、広角機動隊の世界っていうのはまさにそれがテーマなんですよ。インターネットで全てが繋がっていって、実はその、なんて言うんだろう。なんつうの、つながりが増えていくから豊かになっていくはずなのに、つながればつながるほど個人としての自我っていうそのコンプレックスみたいなものは残るんじゃないか、強くなっていくんじゃないかっていう作品なんですよ、あれは。うん、すいません、あのアニメの話に逸れてしまいました。日本をリゾート地化しよう。反対かな。家族なら全力で止めるよ。止める行為が迷惑でも止める。家族だから死んだら悔しいもん。つまりね、俺ね、そこすごい繋がってて、俺の意見と。日本人は家族じゃなくなっちゃったんだよ。昔日本人っていうだけで繋がりがあったの。うん。もうね、それは崩壊しちゃったんですよ。そこがちょっと悲しいと思うの、俺は。みんなどう？それって、実は家族は止めるよってみんな言うんだよ。だけど、日本の中に住んでても知らんって言うんだよ。そう。俺はね、ちょっとね、ここに違和感を感じるんだよ、すごく。なんかね、その愛国心って言い方は変かもしれないけど、国に対する愛着みたいなものはもう皆無なんだよね、今。うん。死んだら裁けないだけじゃないの？違うんだよ。実はね、日本の法律ってどういう風にね、あの設計されてるかっていうと、基本的には自由ですよって。何やっても自由ですよ。ただ法律だけは守ってくださいね。ルールは、要はやっちゃいけないことリストはあるけど、基本的には言論の自由であったり、表現の自由であったり、自由を担保にしてんの。だから、厳密に言うと書いてないんだけど、死ぬ権利っていうのは書いてないんだけど、実はそこはね、放置してるの。国が。だから、要は、書かないっていうことは勝手にやれってこと。俺、国家が関与することじゃない。で、俺はそれで正解だと思ってる。国家が、その、自殺を止めるっていうのは、俺はおかしいと思うから。だから、触れてないっていう感じ。うまく作られてんの、日本は。続いていきます。なおさん、残りますね。自分の無力さに対して悔しさも同じく残りますよね。でしょ？うん、だから、そのなおさんの意見ってすごく重要だと思うの。なおさんが言ってくれたでしょ？実は身内が、自殺したんですって、カミングアウトしてくれたじゃん。ね？だから、家族だったら止めるって言ってたりとか、家族が自分のために死んでくれたっていうふうに考えないんだよ。残された遺族っていうのは、お父さんは自分で死んじゃったっていうのが絶対残るんだよね。うん、だから、すごく考え方変わるよね。やっぱりリアリティが出てくるよね。そういう意見を聞く。国のいじめ対策は全く中身がない。いじめを経験したことがない人たちが作った仕組みだから。俺、あれびっくりしたな。神奈川の150万さ。あれクズだよ、本当に。あれはちょっと怒ってごめん、悪いんだけど。みんな、ごめんね。ちょっと熱くなって。あれクズだよ、本当に。150万さ、おごらされてさ、いじめはなかったですって。もうクソだよ、この国。うん、クソ、はい、すいません。高橋克典さん、こんばんは。楽しんでってください。
やさぐれこさん、元サラサさんいらっしゃい。初見ですが、私の難病を持ってるけど、私からしたら自殺は最悪。ありがとう、意見をくれて。いっぱい意見ください。思ったこと。ウォルターさんね。みかんさん。マシュマロ。私は、病気とか持ってるわけじゃないけど、人と関わりたくないかなって消えたいと思ったことあるけど、あの時を、乗り越えて今生きててよかったと思う。だから少し頑張ってみるのもあると思う。なるほど。いいね。そうそう、冷たいっていうかね、俺ね、冷たさもね、さらに残酷なんだけど、本当はね、昔の人はね、教えてたんだよ。だから、つながりがあったの。近所にもつながりがあったし、なんだろう、日本人ってだけでつながりがあったんだよ。どっかあったかさがあったんだよ。でもね、もうね、自分の信用できる人以外は全て関係ない人になっちゃったっていうのは残念だよね。俺はだから結構和道リスナーのこと家族だと思ってる部分あるよ。家族っていうか仲間だよな。俺ら似た者同士だから、なんか、まあみんなの人生にコミットすることはできないけど、できることはやりたいと思ってるよ。うん。だからリスナーさんから仕事の相談とか、生活保護の相談とか未だに来るけど、なるべく時間が許す限りは、持ってる知識であったりとか、持ってるアドバイスできることはしようって時間は割いてます。うん。それが、なんつうんだろう。みんなにとって生きる希望だと思ってるから、ある特定の人に関してはね。他人になった瞬間、距離感を考えちゃう。うん。家族であっても生きてることでも、苦しんでいるなら自殺も延命も止めたりしない。神奈川の教育委員会。あれはねえな。俺もあれはないと思った。なくすのではなく減らす方向で、ある意味減少してるから今のシステムはうまくいってるのでは。実はね、ただ景気が良くなってるだけです。これ不思議に聞こえるかもしれないけど、自殺が3万人超え始めてずっとなったのって、小泉政権の時からなんですよ。要は格差社会を生み出した時から始まってんの。だからね、自殺の問題って経済と密接にリンクしてます。これは経済学者も言ってるし、政治哲学とかもずっと言われてること。で、日本の症例っていうのはまさにそうで、竹中平蔵と小泉改革の時やってたでしょ。お父さんがあなたのせいで自殺しましたって小泉さんの前で話した時、痛みのある改革って言ったじゃん。そう。この問題が、要は景気が良くなったんですよ。うん。そう、俺は生きてほしいよ。もしこの中に死にたいって言ってる人がいたら、ただそれだけ。俺が言うことは一つだけ。生きてください。はい、生きてほしいです。どうか死んでいなくなるんだったら、僕の人生を見届けてください。はい、いろんなことやりますので、少しは笑えるかもしれません。和道のこと嫌いになるかもしれません。でも死ぬよりマシなので、どうせ死ぬぐらいだったら、アクティブ1増やしてください。よろしくお願いします。神奈川県庁に抗議しました。150万件で。ああ、さすがだね。行動したんだ、イブマン。素晴らしい。近所にもつながりがあったしっていうのは、いいところしか見てないと思う。昔は昔で、加工省ですぐ噂が回ったり、それで村八分みたいになったり、昔は昔で悪いところもある。いい意見だね。ありがとう、ミクさん。俺はね、こう考えるの。ちょっとだけおせっかいにならないっていう。要はね、日本人って、強く言わないから、昔みたいにおせっかいになれって言わないの。俺ね、多分ね、どんだけ強く言っても、あんまり行動できないと思ってんの。だから、過剰目で言ってる、かなり。行動を起こしてもらいたいから。少しだけおせっかいになってもらいたいの、みんなに。少しだけおせっかいになってもらいたいの。少しだけ。うん。そのために過剰に言ってるっていう部分はある。ただね、昔の日本が全て良かったとは思わないのよ。だけど、あまりにも冷たすぎるっていうのが俺の感想。うん。ちょっと余計なおせっかい出る、おばさんとかが少ない気がする。特に東京はね。だからおせっかいおじさんじゃん、俺。放送見てたらわかるでしょ。配信やってたらさ、なんか女の子がさ、キャバ嬢がウェーンって泣いてたらさ、どうしたのとかやるじゃん。ホームレスのおっさんとかにも声かけるじゃん。ちょっとだけおせっかいでいいんじゃないって。倒れてる人がいたら声かけたりとかさ。ちょっとだけおせっかいでいいんじゃないかなと思う。うん。景気が良くなったと実感ありますか？ありますね、僕は。はい。私の幼少の頃は近所の大人や子供たちと仲良くできたのに、冷たい社会だから自殺を選ぶ人が増えたんだと思う。つながってるよね。うん。自殺が自然だとは認めにくいな。やはり不自然だ。そうだね。うん。仕事ができない人向けのコミュニティを作る。なるほど。ありだと思うな。俺結構賛成かもしれない、それ。世知辛い、もう超えちゃってるかな、ビッグさん。どうなんだろう。世知辛いってまだ、
まだ救いがあるっていうか、せちがらいことが特殊だからせちがれえなって言えるんだと思うんだよ。要はそう、過交渉ってさっきミクさんが言ってくれたんだけど、おせっかいな人たちがいて、せちがらいやつがいるから、おめえせちがれえなって言えると思うんだけど、今全部がせちがらくって、せちがらいのがスタンダードじゃん。だからもうそれすら、そういう言葉を久々に聞くぐらい、もうせちがらいのが当たり前そうだと思っちゃうかな俺は。だからちょっとなんかやかましいやつが出てくると日本はあったかくなるんじゃないかなって思ってる。うん、障害者採用を増やす。実はね、障害者採用は安倍政権でかなり改善されてます。はい、じゃあそんな感じで、皆さん1時間ありがとうございました。よろしいでしょうか。他のテーマに移りたいと思いますので一旦終了したいと思います。様々な意見ありがとうございました。意見くれた人ありがとうございます。じゃあすぐ枠取り直すんで、皆さんお疲れ様です。今回の和道の異常なゼミナールは、自殺問題についてみんなで考えました。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。